はい。どうも、ドラマ MDB なんですけど、まあ、今回はね、まあ、前回から言ってた通り、エレクトリックを星5にしようと思ってたんですけど、ちょっとね、ミスってしまいまして、ギリギリで止めれなくて、ちょっと4、軽減値が過ぎてしまって、まあ、43,580 で、星5になるんですけど、まあ、ちょっと4だけ過ぎてしまって、軽減値が。で、星5になっちゃったんで、まあどうしよっかなって感じなんですけど。まあせっかくなんでね、順番だけもう全部決めちゃおっかなって思います。今回はというわけでね、まあ端っこでミルクチョコ流しながら、まあ順番を決めていくと、星5にする順番ですね。もう早めに決めとこうかなって感じですね。じゃあ早速やっていきたいなと思います。はい、いいですね、めちゃくちゃ。最初は、ゴーストというわけで。さあ、2番目というわけで。2個目は何になるのか。個人的にはクリーミーかな。あー、ミオキャ。ミオキャ全然いいね。うん。ミオキャもね、早めに来てくれてありがたいと。さあ、次は何になるのか。ゴースト、ミオキャ、その次はって感じですね。まあ、正直、何でもいいけどな。あ、インビね。あ、惜しい。なんちゃかと思って一瞬。で、インビというわけで、次いきますか。さあ、残り5体というわけで、次は何になるのかと。もう全部決めちゃいます、今回で。今までは、まあ、一番一番決めてたんですけどね。まあ、今回はね、お、プラグですね。ゴスミオケ、インビ、プラグの順番ですね。もうこのまま回しちゃうか。プラグ当たったら、うん、どっちにしよう。まあ当たらんやろ、さすがに。まあ、ランチャーね、はい。ランチャーになりましたね。フラグの次はランチャーと。さあ、3体。何が来るのか。これも時計回りでいこうか。その、出たキャラから時計回りでいきます。クリーミーかな。オッケー。だから、クリーミーマーゴデスフェの順番。最後はデスフェですね。オッケー。というわけで、これからの、まあ、星5にする順番としては、ゴスミオキア、インビプラグ、ランチャー、クリーミーマーゴ、デスペって感じですね。これ、デスペまで全部終わったら、全キャラ星5になるというわけでね。まあ、じゃあ早速ゴーストを使っていきたいなと思います。はい、というわけでね、やってきたんですが、まあ、いつも通りね、周回しながら、やっていこうというわけで。まあ、ゴーストといえば、マスターリーグとかクランさんでもね、まあ、大人気のキャラで、まあ、毎試合見かけると言っても過言ではないぐらい、まあ、使ってる人が多くて、まあ、その分ね、使ってる人も多い分、まあ、上手い人も、ね、多いと、まあ、上手い使い方できる人っていうかね。で、マスターリーグでは、まあ、使ってる人、うん、ゴースト使ってる人が一番上手いっていう印象はありますね。なんか、キャリーしてくれるっていうか、ゴーストとか、誰やろ、ゴーストかな、やっぱり。うん、ゴーストにはやっぱりね、いいイメージありますよね。うん、で、まあ僕は、まあ、ゴーストあんまり得意じゃないんで、まあ全く使わないですね、スターリーグでは。うん。スターリーグで基本使うんは、ホイレ、アイアン。うん。まあたまにクリーミー。こういうビントリマップとかね。うん。キャッチャーは、うん。たまにクリーミー。手余ってたらメキックとかね、使ってますね。あー、わかんねー。どのタイミングでできるのかわからん。パープが。うん。まあ、使っている間にね、まあその、ワープも、ね、昔とちょっと変わってる気がするよな。昔言うても2、3年前やけど、若干仕様変わってる気がするのに、気のせい。全く変わってないんか、これ。うん。ちょっとまあ、忘れてるのはあるんで、まあね、使いながら慣れていきたいなと思います。というわけで今回はこんな感じで終わっていきたいなと思います。またね、次回の動画でお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。See you!